こんにちは。道葉物工業の機械です。今回ですね、ものづくり系 YouTuber Y 中島さんに、またですね、商品レビューということで、彫刻と研ぎ機ミニハイスケアと、ダイヤケアですね、お送りさせていただいたわけなんですが、中島さんがですね、この間新しいロゴを作られたんですよ。これですね、中島さんの新しいロゴです。これあるんだから、せっかくだから消しゴムハンコにしてまた送りつけちゃおうということでございます。じゃあ手元カメラに移ります。はい、手元です。今回はですね、徐行液転写という、裏技をですね、使わせていただきました。これはですね、レーザープリンターで、プリントした原画をこの消しゴムにひっくり返して、載せるんですけども、その時にこういうね、徐行液を使って、徐行液がレーザープリンターのインクを溶かして消しゴムの表面に転写するっていう働きがありますので、その知識を使わせていただきました。ちょっとね、ムラはあるんですけども、こんぐらい転写できてればね、ここら辺ちょっと薄いけど、白黒の判断はつきますんで、これを彫っていきたいと思います。手で写した時の生々しさっていうのがちょっと薄れますけども、どうせ掘った時に生々しさ出ると思いますので、どうなるか楽しみですね。はい、前回ですね、中島さんの家紋である放射線に三つどもえっていう絵柄をハンコを作ってね、プレゼントしたんですけども、これがすごくちっちゃくなってですね、中に収まっておりますので、ここは大変だろうなというのはやる前から想像に固くありません。このデザインのこのギザギザの部分もね、神棚とか神社とかによくある獅子でみたいな感じでうまくできてあるなと思います。ちょっとね、和風テイストもこう感じられるいいデザインですよね。じゃあこの鬼門のロゴを彫っていきたいんですが、顔近づけたいんで、じゃあちょっとこれ最後にしよう。めっちゃいい。他のとこもこれでやればよかったか。よし、できましたね。はい、できました。ちょっと押してみます。ちょっと細部修正して完成とします。はい、ということでね、こちらが完成したハンコです。このように持ち手をつけまして完成としたいと思います。かっこよくできたんじゃないでしょうか。今回はね、研ぎ機のレビューということで、中島さんが弊社のミニハイスケアとダイヤケアをですね、活用してお手元の刃物の
研ぎ直しをされているんじゃないかと思います。どのようなレビューなのかですね、皆さんもぜひご覧になってみてください。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。